冷凍 OK。 ということで今日もやってまいりましたこの冷凍チャンネル、このチャンネルでは冷凍食品のおすすめを紹介したり家庭でできる冷凍テクニックを教えております。今日はですね、何をやるかと言いますと、ホットサンドメーカーで冷凍食品を挟んでみたってのをやりたいと思います。ホットサンドメーカー今すごい流行ってる気がするんですよ。キャンプとかで火にかけてこう両面焼いたらこんがりして美味しいみたいなの結構ね、テレビとか、まあ、動画でもよく見るんですよ。だからちょっとね、その流行りに乗っかろうかと思います。これから冷凍食品の魅力を発信していく中で、やっぱいろんな流行りと冷凍食品を組み合わせて新しい価値作っていきたいと思うので臨場します。こういう感じでね、まあホットサンドメーカーちょっと買ってみました。もう今日は初めてやるんでちょっと失敗をする可能性もあるんですけど、ちょっと楽しんでもらえればと思います。今回買ったのはアイリスオーヤマのホットサンドメーカーを購入しました。まあ、ちょっとなんかレビューも良さげだったんで、まあ、これを選びましたね。まあ、こういう感じですね。なんかホットサンドメーカーもこういった直火式のものと、あと電気のやつもあったんですけど、なんか今流行ってんのは この直火式だなっていうのをなんとなく思ったんでこっちにしてみました。まあ、一応選んだ理由伝えておくと、これが、まあ、こうやって挟んでホットサンドにするんですけど、ここが取り外しできるんですね。だから2個分かれるんで、まあ、洗いやすいとかっていうのがあるんで、ちょっとこれを選んで、あとは結構ね賛否両論あるんですけど、まあ、ここですね。ここがあると焼き目があって、しかもギュッと押さえつけられるっていうのでいい面もあれば、なんかやっぱフラットな方が使いやすいっていうのって結構意見としてあったんですよね。で今回はあえてやっぱホットサンドメーカー使ってるんで、なんか焼き目があった方がいいかなと思ってこっちを選びました。で今回はまあ本当冷凍食品、いろんな冷凍食品をサンドしてみて、なんか美味しくなんないかなっていう、そういう企画です。でまずちょっとやってみたいなと思うのが、まあ、これですね、まあ、エビとチーズのグラタンっていう、まあ、あのお弁当用のカップグラタンですね。でなんかこれと、まあ、もう一個ミニハンバーグっていうことで、これもお弁当用のちっちゃいハンバーグですね。これを一緒にパンと一緒に挟んだら、なんか美味しそうな気がするかなっていうところですね。ちょっと挟んでみたいと思います。なんでこれ選んだの？お弁当用の冷凍食品はサイズが小さいんで、結構サンドイッチにもしやすいんですよね。でただグラタンみたいなやつはやっぱとろけちゃうんで、あのホットサンドみたいにやんないと無理じゃないかなと思って選びました。でパンを挟みたいと思います。まあ、どうなるか僕も分かんないですけどなんとなくやってみます。グラタンですね、お弁当用のカップグラタン。これがやっぱりなんかサンドしたら美味しいんじゃないかと思います。でもう一枚この上からいきます。でこれをまあサンドするってことですね。でこの状態でギュッと、この時点でね結構ねギュッと押してる感じしますね。でこれで弱火で両面焼いていく感じですね。はいこんな感じです。あーこんな感じ、すごいグラタンがトロトロっすね本当に。じゃあ食べてみたいと思います。いただきます。あ、いいんじゃないですかね。ハンバーグとなんかグラタンがトロトロで、グラタンってホットサンドしないと流れちゃうんで、いいんじゃないですかね、ホットサンドにグラタンって、いいと思います次はこの味の素のザ・シューマイですね。これちょっとホットサンドしてみたいなと思います。まあ、この商品味の素の、ザ・シリーズで結構もう食欲湧くガツガツ食べれるっていう、まあ、シューマイなんですけど、これなんかパンでホットサンドで挟んだらなんかこう肉まんみたいになるんじゃないかなと思ったんで、ちょっとサンドしたいと思います。これもう電子レンジでチンしている状態ですね。肉汁がめっちゃすごいですね。このままで絶対美味しいんですけど、あえてパンで挟みます。これなんかホットサンドでなんかいっぱい入れた方がいいっぽいんで、いっぱい入れちゃいますじゃないかもしれないけど、やっちゃいます。もうこんな感じでいきますよもう
言うこと聞かない子供みたいな。はい、これでガチッときました。はい、じゃあちょっとシューマイホットサンドしてみました。こんな感じかな。お凄いですね。いやでもこんなにシューマイがぎっしりしてることないですからね。これはでも相当ジューシーな感じしますよ。シューマイホットサンド食べたいと思います。いただきます。うまい。シューマイ自体がめっちゃうまいんですよ。でまあ周りにパンがあるっていうのが新しい感じですね。でも肉まんと違ってやっぱカリカリしてるんでなんか面白くなると思いますね。中にもからしがっつり入れちゃって食べても美味しいかもしれないです。原宿で売ってくださいこれ。これちょっとタピオカの次に来るかもしれないんで。まあパンなのか肉まんなのかというと、ああいやこれねパンか肉まんかで言うとパンですね。パンの割合少ないんだけどパンのカリカリ感とかパンの味わいの存在感が結構強いんでパン感出てますね。ホットサンドにはなってます。はい、ちょっと次に試してみるのはこの今川焼きですね。まあ、冷凍のスイーツでも本当にロングセラーな人気の商品なんですけど、これもねちょっとホットサンドしてみたいなと思います。でまあただそのまま潰してもあれかなと思うんでちょっとバターを一緒にセットでサンドしてみたいなと思います。バターを乗っけてでここに解凍した今川焼きですね。これでまあやってみましょう。どうなるか分かんないですけど、まあ、さらにちょっとまあまた上にものっけちゃいます。どうなるでしょうか。美味しそうじゃないですかこれ。新しいスイーツができましたよ。結構カリカリになってますよこれ表面が。こんな感じ。おわ。これなんか全然違う今川焼きになりましたね。今川焼きってあの皮がふわふわでしっとりしてて美味しいっていう食べ物なんですけど、これなんかカリカリになってますね。なんかディズニーランドで売ってもいいような感じですね。はい、じゃあ食べてみたいと思います。これやっぱ表面が結構、ね、カリカリになってるのが分かりますね。いただきます。うん、おいしい。表面がカリッとしてる美味しさもあるんですけど、塩分の入ってる有塩のバターを使ったんでこの塩気もこの甘さとちょうどいいですね。うん、バターの風味とあんこも合うしバターの塩気もこの和菓子にもすごい合うなと思いますね。次はこの冷凍のマンゴーをサンドしてみたいなと思います。冷凍フルーツ使ってサンドイッチ、まあ、フルーツサンドも今増えてるんですけどなんかこうあったかくして食べるホットサンドも美味しいんじゃないかなと思うんでこれもやってみたいなと思います。で食パンの上に解凍した冷凍マンゴーしちゃいましょう。もう限界までいきましょう。これ入れていいか分かんないけどいっちゃいましょう。もう全部いきましょうか。でこれでサンドしてこれも挟んじゃいます。はい、もういっちゃいます。はい、これで加熱と。説明書見ると弱火でって書いてるんですよね。まあ安全をとってやってると思うんですよね。弱火って中火でギリギリのところを攻めるっていうのがいいんじゃないかなと。いやでもキャンプでやってる人なんか直焚き火の中に直でやってるんで、あれはね本当明快やめてって書いてるんですけどね。はい、かなりパンパンっすね。見た目にはちょっと分かんないんですけど、でもあれだけ入れたマンゴーがここに入ってるってことなんで相当贅沢だと思います。
でいっぱいこんなにマンゴー入ってるのないっしょいやでもあんだけマンゴー入れたのやっぱパンこじれるんですね。そこがホットサンドすごいなと思いますよ。めちゃめちゃぎっしりマンゴーが入ったんですよ。これなんかなかなかいいんじゃないですか。なんかあのフルーツケーキサンドとかよりも本当マンゴーそのものがぎゅーっといっぱい入ってるっていう感じなんで、ちょっと食べてみたいと思います。本当漏れないのがすごいですよね、このあんだけマンゴー入れてんのに。いただきます。うん、うまい冷凍マンゴーそのものが結構美味しいんですけど、ちょっとねやっぱり火をかけて温まってる方がマンゴーの美味しさ感じますね。これね、だから他のフルーツでもね、ぜひ試してほしいですね。マンゴーって温めても美味しいんですか？そうですね、マンゴー温めるとそのマンゴーの甘さが引き出しますね。結構おすすめですね、これも。今度やってみるのは冷凍のたこ焼きですね。まあ、冷凍のたこ焼きもちょっとギュッと潰して焼いたらどうなるのかなって感じなんで、やってみたいと思います。で、これもう電子レンジでチンしてあるんで、これを入れたいと思います。丁寧に丸くしたやつを四角くするっていうね、まん丸なのがすごく特徴なんですよ。それを完全にっていうはい、じゃあこれで出します。まあ、焼いてるんですけども、ちょっとねこのエビせんで挟んで食べてみようかなと思います。これね、実を言うと大阪にはタコせんっていうものがあって、たこ焼きをエビせんで挟んで食べるっていうのが元々あるんですよ。で、それをやってみたいなと思います。はい。いやでもすごい焦げ目がついていいじゃないですか。まあこれホットケーキサンドの意味はなかったかもしれないですね。まあでも両面このなんか焼き目がついてるのがいいんじゃないでしょうか。で、じゃあちょっとソースかけて。で、これをサンドしたいと思います。はいはい、こんな感じですね。これ実際タコせんって結構ね、ギューッと潰すんですよ。で、本当はこんなにたこ焼き入れないんですけどね今日はちょっと贅沢に入れちゃいました。いただきます。おいしい。まあタコせんですね。でもね、ホットサンドでやんなくてもいいかもしれないですね。フライパンでちょっと焼き目つけてればいいので、まあホットサンドの意味そんなないと思います、これが。まあ、次やってみたいのはこのナポリタンですね。冷凍のナポリタン、まあ、パスタ今冷凍食品でも人気なんですけど、なんかこうやってホットサンドメーカーでやったら鉄板焼きみたいになるのかなって思ったんで、ちょっとやってみたいと思います。で、これが、まあ、チンした状態ですね。このままでも本当美味しそうなんですけど、まあ、ちょっとしっかり混ぜましょうか。結構ね、このケチャップの香りが美味しそうですね、本当に。じゃあ入れちゃいます、ここに。どうなることやら。ホットサンドメーカーは入れすぎぐらいがいいってことが分かりましたね。だからこれぐらい入れてもいいんじゃないかと。で、ここにちょっとアレンジでチーズ、まあ、ミックスチーズですね、これ入れたいと思います。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあこれ挟みます。今までにない音がしてるけど大丈夫か。ホットサンドメーカーやっぱ開けてみないと分かんないんで、いや不安ですねチーズの方が新大久保の匂いしたんですけど、新大久保チーズタッカーみたいいやでもなんかこの焦げ目な感じがなんか昔の洋食屋さん あのナポリタンの鉄板焼きみたいな感じかなと思いましたよねはい、じゃあちょっと食べてみたいと思います。あ、なんかいい感じにやっぱカリッとしてますね。このやっぱ焦げ目が結構できてるのがいいと思うんですよ。いただきます。うん、うまい焦げ目になってるところがこうケチャップのこう甘さが引き立って、しかも香ばしくなってるんですよね。なんか洋食屋さんで出てくる鉄板のポイタみたいな、こんな感じですね。潰すことのメリットって何かありました？だからなんか、まあ、パカッて開けたあの時が一番って感じですね。あの時が一番ピークで。まあ、味は美味しいですよ、本当に。だ結構のお好みでもっとカリカリにしてもいいと思いますね。もっと時間かけて、カリカリにして、こうやって切って食べてるのもいいと思いますね。で、今度やるのが、このチキンライスですね。まあ、これ、そのまま食べてもちろん美味しいんですけど、じゃこれもサンドしてみたいなと思います。じゃあ、チキンライス、入れちゃいたいと思います。
サンドはもう本当に山盛りに入れるっていうことが分かったんで、どんどん入れちゃいますね。でここにさらに卵をちょっと今回入れちゃいたいと思います。ちょっともう閉じます閉じます。はい、いきます。これはなんだ。生焼きとは思えない四角いブロック状の何かができてますよ。あ、あ。すげえやっちゃった感ありますからね。じゃあちょっと食べてみたいと思います。焦げ目がやっぱ美味しそうですね。いただきます。うん、ケチャップがちょっと焦げた感じがいいですね。でなんか卵も結構半熟だけどカリッとしてる。やっぱこのカリッとするのがやっぱいいですね。なんかフライパンでやってもなんかこんな感じにならないんで、やっぱホットサンドメーカーだからかなって思いますね。ほらこの焦げ目。うん、一番気に入ったのは今回どうでした？一番気に入ったのはシューマイですかね。シューマイサンド、これ結構美味しかったので、なんかお店も出してほしいですね、これの。はい、ということで今回は冷凍食品をホットサンドメーカーで挟んでみたというそんな企画でしたね。いかがでしたでしょうか。まあこのホットサンドを使ったら冷凍食品の新しい世界が生み出せるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。なんかこういう冷凍食品をサンドしてみたら美味しかったってことがあったら、ぜひコメントもいただければと思います。まあそんな感じで、まあ、この冷凍チャンネルではおすすめの冷凍食品であったり、冷凍テクニックを教えております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この動画がいいと思った方はぜひいいねをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK!